ハロリはあっぱれ半沢忍者隊の演武の刻でござる。さあこたびの演武、皆に何を見てもらうか。それは約400年前実際の演武の見事。さあ封筒の術にも耐えるのじゃ。さあこれよりは我らの演武じゃ。おいで、400年前に実際に起こった出来事を今からお見せする。それは後に言われる神君イカ越え、この様子、まあ逃避行でござる。この様子について皆に言ってもらう。さあその際に、何かお主が後ろ向いとらんか。わしより後ろ向いとるものおるな。何か気になるものがあるかもしれない。わしの話を聞いてくれな。わしの方だけを見てな。さあそしてこの演武場所なんか、皆から力を借りたき場面がござるの。おいらで演武をしかと見て、わしがその時に指示をいたすゆえに真似をするのじゃ。おいで力を送ってほしいの。分かった者拍手で答えてくれ。ありがとうござる。さあこれよりは我ら服部半蔵忍者隊演武開幕である。時は1582年本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙うは我らが主君徳川家康様であった。徳川家康の命頂戴する。そうはさせん主君。徳川家康様のお命我らご守ります。敵が次々と襲ってくる。家康様には何としてもこの意味を超えていただかねば。家康様はいつもなさねばならぬことがあるとおっしゃっておられた。それは天下太平の世を築くこと。そのため家康様を岡崎町に無事お連れしよう。三部組に集いし忍びたちと共に民の幸せのため、天下太平の世のため、この命にかけて家様を守り抜く。さあ皆さん、今がその時ぞ。我らに力を貸してはくれぬか。さあ先ほど伝授いたしたこれ覚えておるか。今しがた説明いたす。じゃあ真似をしてくれ。両手を前じゃ。両手を前。そうじゃ、大人も全員じゃ。ほんで2本指、現世でもうすぐ直帰じゃ。ほんで指は閉じる。ほんで鏡で参る。左手が上、右手が下。左手に右手を収め、胸の前に持ってくる。わしが正だと申したら大きな声で一本力を送ってほしい忍者。それでは参るぞ。せーの、待ってじゃ、大人のじゃ。せーの、最後じゃ。せーの、見直しありがさんじゃ。いやおう、家康様無事復活じゃ。調べ
の者たちよ、かたじけのうござった。礼を申す。この功績により我らはナルミーガ衆として取り立てられ、わしはその棟梁でござった。天下太平を実現された家康様で願い、そしてそれを支えた娘たちの思いを受け取り、現在よみがえっては服部半蔵忍者隊として愛知忍者盛り上げようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに推奨はぁ。さあ、これが新君伊賀越えの様子でござった。さあ、ここで皆に一つ問いたいことがござる。我らのことを初めて見たやつ様の正直に手を挙げてみる。ほうかおるわ。ここへ記者から我らの紹介改めていたす。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊はこの現世に蘇った愛知県の観光を周知いたし、より一層盛り上げるこの服部半蔵忍者隊忍びが蘇ってきたわけじゃ。そしての日の本全土世界にも周知しておるわけじゃ。そして我らあらゆる活動を通して、現世の SNS なるものをいたしておる。それは現世でいうと今朝、バツ X なるものじゃな。それでインスタグラム、 YouTube なるもの、 TikTok なるもの、 Facebook なるもの、協賛いたしておるから、ぜひ服部半蔵忍者隊と調べて検索いたすのじゃ。おー、延期丸何しとるじゃの。な、客人と話しておるけど仲良くなった。早いな。夕景どこ行くのって。夕景どこ行く、うん、誘ったじゃん、お主エンド G？ エンド G の、あ、エンド G 行く。もうお主絶対情報抜かれるんだよな。気をつけよ、忍びじゃから。あ、気をつけよ。あ、元気で戻ってきた。あ、気が済んだ。気が済んだ。よし。あ、よかったよかった。そうそう、ということでな、我らのメンバーそろそろ姉妹の国と相なるが、このうちは名古屋おもてなし部招待の方々による演舞の国じゃ。その前に我らの県前にてお主の降伏いたす。やっこ徳とご覧あれ。正しき心忍びたる者は忘れません。心に合えば辛くとも共に生きる民のため、笑顔と勇気が届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに推奨。正面横とこのように構えを構えていく。うつし駅にてバシャバシャと通し、さあそれでは延期割は数を数えよ。は痛いぞ。まあ、参りませんぞ。映像参り、スタート、スタート。
行って行って行ってしまい。じゃあ正面参るぞ。一つ二つ三つ四つ五つしまいにござる。では、お待たせさんちはこちら、偉い中人が集まってまいるぞ。一つ二つ三つ四つ五つせーしまいじゃー。しまいでござる。さあ、この後は南部やおもたらし武将隊の方々による演武の国じゃ。しかとその目に焼き付けよ。それでは皆の衆、また会おう。さらばじゃ。ありがとうございました。3